イヤキンフが作成したラサの地図とのヒラインイヤキンフの墓。墓碑には漢字も書かれている。イヤキンフは正教会のとのヒライン。中国研究の草分け的存在。1777年、火山県チビリンスクでチュバシジン1の家に生まれ、火山神学校で学んだ。中国研究の草分け的存在。その研究対象には、満州、モンゴル、 チベト、東トルキスタン、及び他のアジア諸国を含んでいる。1802年、先発式を受けて、修道士となり、イアキンフの修道名を受けた。北京での政教選挙のために派遣され、14年間を、そこで過ごした。イアキンフの真の関心は、中国史と中国語にあった。ほどなくしてイアキンフは、宗教的情熱の欠如を責められ、 修道院長としての地位を剥奪されて、バラーム修道院に入れられた。そこで彼は数々の古代、中世の中国語文献を翻訳したが、それらは従前のヨーロッパでは知られていないものであった。続く数十年の間に、中国史、モンゴル史、地理、宗教、統計学、及び農業に関する多くの著作を出版した。1837年に、 イヤキンフは、ロシア帝国初の中国語学校を開校した。中国学に対するイヤキンフの貢献により、彼は、ロシア、ドイツ、フランスの学士委員会員となった。ありがとうございます。